こんにちはみんな今日は人気のアニメを話しましょう日本とスウェーデンのアニメは、えー、の人気言葉違いますよ、えー、スウェーデンではアニメ、えー、日本のアニメはあまり ありません、でも少しあります私は、うん、男性の、えー、男性の人気のアニメはよく「ナルト」と「進撃の巨人」と思います進撃の狂 巨人はあのー、はい巨人巨人 <laughs> ちょっと忘れました、うん、ブリーチは少し見ましてもデスノートはもう人気ですあワンピースも人気ですうんそうそうそのアニメは 男性の人気のアニメです。えー、女子の人気のアニメはよくセラムンとか、うんキャーリカットサケラはあまり人気ですが、えー、たくさん人がこの、えー、そのアニメを見ます。 ます、えー、クルシッツは、えー、もう人気です難しいですねでもよくコスプレイヤーがバンパイアナイトを、えー、コスプレイヤーをします私が、えー、数値をしましたこらこのサイトは スウェーデン語だけ、えー、でもでこれはアニメのスウェーデン語ファンページですとこれはアニメのトップですと、えー、ちょっとわかりにくいですよでも一番はクラナです、えー、と二番はフルメタル アシュミストと3番はスピリテッドアウェイうん日本語では何ですかスピリテッドアウェイはセン,セ,ンセントセント何なの漢字セントセンうんわかりませんでもあなたがわかりませんよ <laughs> このサイトで これはトップ9、えー、のアニメです。でも、あまり、えー、あまりいいトップです。だから、たくさんスウェーデン人がなると聞き、ナルトを見ますよ。でも、ナルトがないね。ない。変ね。それ。 少し変でも私の大好きのアニメは多分クルシッツとセラゴンも、うん、好きです、うん、とたくさん <laughs> またたくさんがあるよあなたはアニメを見ますかアニメを見ませんか えー、あなたの好きなアニメは何でしょうかビデオの下に書いてねじゃあねーまたねー